こんにちは、鬼太郎茶屋のマネージャーの金城と申します。本日は鬼太郎茶屋のご案内をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずこちらが鬼太郎茶屋の建物となりまして、2階に妖怪ギャラリーがございますので、そこからご案内させていただきます。こちらどうぞ。こちらでお履物を脱いでいただいて、階段で2階へ上がっていただきます。でこちらにある妖怪ポスト、普段は困った時に鬼太郎にお手紙を出すんですけども、鬼太郎茶屋ではここに入場料として100円を入れていただいております。で昔ながらのこの古い階段で2階へ上がっていくと、ギシギシ音が鳴りながら、そういった古い建物も楽しめる階段となっておりますので、どうぞ。階段の足元には妖怪の足跡もついていますので、結構いろんな壁とかそういったところも、人間で歩けないところも歩いたりしているようですね。でこちらは妖怪が壁から現れてくるような、そういう妖怪の壁となっております。こちらは築60年以上経っている建物ですので、少し傾いているなというような方がいたりとか、そういった噂もちらほら聞こえてきます。こちらが2階の妖怪ギャラリーの展示となりますが、展示だけじゃなくていろんな仕掛けもありまして、例えばこちらを開いてみると中に妖怪が隠れていたり、こういう仕掛けを見ることもできます。でこちらが展示物なんですけども、1年に1回ほどなんですけども、テーマを決めてそのテーマに沿った内容を展示させていただいております。でこういう展示の中には水木しげる先生の紹介もありまして、子供の頃から戦争に行って帰ってきて漫画家になってというような、水木先生のこれまでの人生を、簡単にですが展示しております。でこちらの展示の内容に関しては、鬼太郎茶屋のスタッフのアイデアをもとに毎回、いろいろと趣向を凝らして、水木プロダクション様の、ご協力をいただいて、貴重な展示をお借りして、こちらでしか見る、ここでしか見ることのできない展示を目指していつも企画しております。でお客様がかなりいつも見入っているのが、こちらの日本妖怪地図というものなんですが、妖怪はすごく数がたくさんあって、ここに置かれているものはほんの一部なんですけども、日本各地に伝わっている妖怪を、ディスプレイしておりますので、お客様も自分の地元にどういう妖怪がいるかというのをここで見て楽しんでいただいております。こちらの障子に目がありますが、こちらは木木蓮という妖怪で、昔から伝説が残っている妖怪です。どういう妖怪かというと、一辺何の変哲もない障子の中、障子にどんどんとこう目が現れて人をびっくりさせるという妖怪でして、そういったものも鬼太郎茶屋では見ることができます。こういったケースの中に展示しているものの他にも、先ほど妖怪の仕掛けをご説明しましたが、ここにももう一つ仕掛けがあります。パッと見普通の押し入れのような感じに見えるんですけども、5箇所に穴が開いておりまして、そこの中を覗くと妖怪が見えるというような仕掛けとなっております。こちらは癒しのデッキと呼ばれている深大寺の季節を直に楽しめる、そういう場所となっております。ここは飲食はできないんですけども、水木しげる先生の本とかそういったものをここでゆっくりと読むこともできるようになっております。またこちらにある鬼太郎のちゃんちゃんことカツラ、これを着てちゃんちゃんこをかぶって鬼太郎になりきって写真を撮ることもできます。実際に水木しげる先生も鬼太郎茶屋に遊びにいらした時は、ここでちゃんちゃんこを着て、カツラもかぶったというかかぶらされていた状態ですが、そういった感じで写真を撮って楽しまれていました。鬼太郎茶屋のショップとなります。この形がとても可愛いと評判のこちらの妖怪抹茶セット、お抹茶と人形焼きのセットなんですけども、水木しげる先生はよく鬼太郎茶屋にいらしていたんですけども、